大塚駅ご通行中の皆様、大きなお声でお騒がせしております。日本改革党靴沢良二と申します。今回の参院選、東京選挙区で立候補しております。最初南口でやる予定だったんですけれども、何やら商店会のお祭りやってまして急遽こちらに変更させていただきました。私への投票を呼びかけていただいたですね、吉田浩一郎、中野区議さん、早草党岡村美希夫代表、カッパ園長さん、闇の熊さん、なんでもニュース女子チャンネルさん、文太ママさん、加藤清隆さん、哲也さん、ゆっくり政治チャンネルさん、ひろくまチャンネルさん、金子渋谷区議会議員、吉川明美さん、新妻真由美さん、桜田修正さん、おみそチャンネルさん、応援してくださったすべての方にお礼を申し上げます。日本改革党、日本人のための政治ということで参院選に立候補しておりますけれども、考えてみれば当たり前のことじゃないでしょうか。有権者は日本人なんですから、投票してくれた方のために政治家が働くっていうのが当然のことなんではないでしょうか。日本人のために働くというですねことをどこの党も言わないのは全くの謎であります。私にとって、公約の一つにですね、漫画アニメの規制反対というのを掲げておりますけれども、実は今日本のアニメ業、色塗りなんかはですね、中国韓国に下請けに出してですね、メールでデータでやり取りして、色を塗ってもらうみたいなことをやっておりまして、アニメのテロップに中国人名、韓国人名出てくることもしばしばであります。そこで何やら勘違いした中国政府、韓国政府がですね、日本のアニメや漫画を弱らせれば自分たちで仕事を奪えると勘違いした中国政府、韓国政府が日本のアニメを規制させようと言ってスパイを働かせております。フェミニズムというのはありますけれども、フェミの皆様はちょっと胸が大きいような女の子の絵にも噛みついてですね、その広告の原稿を取り下げたりさせたりしております。まあクレーマーと化しているんですけれども、でですね、その中国と韓国の手先さんたちは、リベラル、リベラル、多様性と言いつつ、たった一つの価値観しか認めておりません。それはですね、女性の議員を増やすであるとか、女性の企業経営者を増やすであるとか、逆に一番憎んでるのが専業主婦であります。赤ちゃんを産んで育てるときはどうしても誰でも1年2年は女性は無防備になってしまいます。フェミの皆様は議員や女性経営者は増やそうとするんですけれども、例えば女性の鉄筋工であるとか女性の飛び職であるとかを増やせとは決して言わないんですよね。で、議員の5割を女性にしろなんていうことを立憲民主党や共産党あたりが一生懸命言っておりますが、これは存在が確認されている
TBS の在日外国人枠やですね、大阪市役所の童話枠と何が違うんでしょうか。女性であるということで優秀な男を押しのけて採用されるということになったらですね、全体の劣化は免れません。それと女性が働けば働くほど結婚から遠ざかります、出産から遠ざかります。なんせですね、乳児を抱えた 1,2 年間は女性は無防備になってしまうから、その間仕事もバリバリやってというのは無理な話であります。フェミさんたちは専業主婦を異常に憎みますけれども、目的は何かと言いますと、要するに日本人に子供を産んでほしくないんですね。日本人を減らそう減らそうとしておるんです。豊島区の出産一時金、子供を産むともらえるお手当なんですけれども、日本人の4倍の率で外国人が出産一時金をもらっております。これ日本人の4倍外国人が子供を産んでるってことで、豊島区においては繁殖競争に完全に外国人に負けてしまっている、こういうことになっております。そしてさらにフェミさんたちは専業主婦を認めない、バリバリ働けみたいなことを言って結婚させまいとしている、これはですね、別に女性に優しいわけでも何でもなくてですね、ただただ日本人を減らしたいからなのであります。女性に優しいっていうんであれば、例えばですが家にいてもいいよ、なんか働いてもいいよ、俺が養うから俺の子供を産んでくれと、こういう男の方が男並みに働いてくれないか、議員やってくれないか、社長をやってくれないか、そういう男よりもよっぽど女性に優しいと思うんですけれども、いかがでしょうか。そしてですね、俺が養うから俺の子供を産んでくれ、好きなことしてていいよ、こう言われる女性をフェミの皆様は憎くて憎くて憎くて仕方がないようであります。ちょっとですね、スカートが短いような女性にもところ構わず時を選ばず噛みついて噛みついて噛みつくと、多分ですけれども、そういうフェミさんたちは男性にそういう優しい言葉をかけられたことがないんだろうな、私は想像しております。漫画アニメの規制の話からちょっと話が飛んでしまいましたけれども、私ご承知の方もいらっしゃるかもしれませんが、肺がんで死にかけまして、半年前に手術して、半年ですね、半年ぐらい前に手術しまして、生き返ってまいりました。今は3ヶ月おきに定期検診を受ける身でありますけれども、自分が肺がんになってしまう体質であるということが判明しまして、検診の度に恐怖であります。再発してたらどうしようであるとかですね、そしてその手術を通していずれ私もいなくなる、ということを悟りました。ここにいる皆様もいずれ全員いなくなってしまいます。どうせいなくなるんでしたらば、若い人のため、子供のため、
子孫のためにせいぜいかっこつけようではありませんか。私は日本人は皆親戚で親戚同士なので、いろいろ世界中で日本しか起こり得ない現象というのは起きると、そういう考えを持っております。無人野菜販売機、こんなのが成立するのは日本だけであります。全員親戚同士なんですから、親戚から物を奪ったりはいたしません。あとですね、店員さんのために食器を重ねたり片付けたりするのも日本人だけだそうであります。店員さんも親戚の子供であるから、なるべく気を使って楽をさせてやろう、こういう心がそうさせているのだと思います。外国では親戚でも何でもないもんですから、チップを渡さないと店員さんは料理を持ってきてくれません。日本以外の国では常識となっているこのことも日本だけが成し遂げている文化があります。もう一つですね、日本刀っていうのもありますけれども、あんなに手間のかかる、むちゃくちゃすぎる、金のかかる武器は日本だけであります。どうして日本人はそんなに一生懸命物を作るのか、それは親戚が使うからであります。だからめちゃくちゃ作り込んで努力を惜しまず改良するのであります。日本車が世界中で売れなくているのは日本人が親戚が使うからという気持ちで作ったものであるから、親戚でも何でもないものが大事にこれは出来がいい思うのも当たり前のことであります。そういうわけでですね、私は帰化外国人一世の立候補に反対しております。反対の立場であります。親戚でも何でもないものが親戚の集まりの行く末を左右する話し合いに口を出していいんでしょうか。私は口を出させるべきではないと思っております。ハーフの方や、クォーターの方は一応親戚ということで OK なんですけれども、帰化して5年で立候補できる今の制度は全くもっておかしい。日本に生まれた純粋な日本人でさえ生まれて25年経たないと立候補できないんですよ。それが書類上の手続きをした帰化した親戚でも何でもない外国人が5年で立候補できる、これは大変おかしいことであります。どの政党にも帰化一世の立候補者がいるようですけれども、私は戸籍を5代前まで公開いたしました。5代前は靴沢久太郎さん、もしくは久太郎さんということらしいんですけれども、帰化人はダメだ、我々は親戚の集まりなんだ、無人野菜販売機はそのせいで成立してるんだ、外国で無人野菜販売所なんかあったらですね、野菜も全部盗まれて、誰かが置いていったお金も全部盗まれるのがオチであります。繁華街には5メーターおきに自動販売機が置いてありますけれども、これも外国人が見て驚くことだそうであります。俺の国なら一晩経たないうちに全部
盗まれている、自販機ごと。ところが日本人は盗みません。親戚のものだから盗まないのであります。車や衣服なんかもですね、芸能人以外はキンキンキラキラの目立つ衣装は好まれません。親戚同士の集まりでそんなものを着ていったら品種かって仕方ありません。せいぜい裏地に凝るぐらいであります。で、その親戚全員親戚という日本人社会を破壊しようとしているのは外国政府、まあどこの国とは言いませんけれども、そういえばですね、憲法全文でなんか諸国民、近隣の諸国民は公正と正義にあふれてるみたいなこと書いてありましたけれども、そんな国どこにあるんでしょうね。公正と正義、外国のそれを信用して国際社会で名誉ある地位を得ますなんて書いてありますけど、そんなね、他力本願な努力を放棄した自分勝手なことを言ってていいんでしょうか、日本人は。これ私九条破棄は言っておりますけれども、全文から何もかもなくすべきであるな、心で密かに思っております。あれ作らしたのは戦後間もないアメリカ GHQ でですね、やつらは自分らのことを公正と正義あふれる諸国民というふうに書いたつもりなんですけれども、アメリカだって大概ですよね。唯一の同盟国であるアメリカ、悪くは言いたくありませんが、アメリカほど戦争をやってる国はありません。何かというと武力で話をつけよう、こういうことやってるのがアメリカであります。国家には友人はいない、あるのは仮想敵国だけである。どっかの偉い人が言っておりましたけれども、まさにその通りであります。先ほどの日本人は全員親戚なのだからという話ですけれども、やたらとですね、台湾やチベットやウイグルに甘い人たちがいるんですよね。私はウクライナ難民への保護もちょっとやりすぎだなって思っておりますけれども、な親戚でもない連中を無条件に信用して、台湾やウイグル、チベットとなると途端に甘くなる人間が自称保守を名乗っている団体もあります。あの人らはちょっと頭が古くてですね、大東亜共栄圏の復活でも夢に見ているんでしょうか。私は違います。私は日本人親戚だらけ、日本人全員親戚、この一族で国家を運営して平和にやっていきたいんですよ。親戚でも何でもない人を助けたりですね、利便を図ったりするのは嫌であります。この前片山さつきさんが外国人生活保護に年間1500億円ほどかかっているとばらしておりましたけれども、国民一人当たりで割ると年間1200円ぐらいになりますね。そんなね、親戚でもない外国人の生かすために私は1200円も出したくありません。一家4人で5000円ぐらい出してますよね。その金あったら1回ぐらい外食できますよね。そんな親戚でもない者たちの生活の面倒をなんで日本人が見なくちゃいけないんですか。しかもこれは日本以外ではどこもやっていない制度であります。外国人の生活保護を制度としてやっているのは日本だけであります。
他の国はせいぜい教会が炊き出しをやったりフードスタンプを配ったりするぐらいで毎月毎月きちんきちんと生活費、家賃補助を与えている国など日本以外ありません。なんで日本人ばっかりこんな一方的な損をしなければなりないんでしょうか。しかもですね、一番生活保護をもらっている国の人間は、国の政府はやれ慰安婦だの、やれ徴用工だの言って日本を悪者にする国、悪く言う国、それでいて日本政府に生活保護をたがりまくってると、こんなの許せるでしょうか。自民党さん、公明党さんなんかはですね、自分たちがやってきたことですからなんとか正当化しようとしますよね。俺は悪くないですけれども、法的根拠もないこんなことを日本でしかやってない、それと政府に困った外国人はなんで帰国を考えないんでしょうか。おかしいと思いませんか。おかしいぞ。私がアメリカがどっかに住んでいて生活保護を受けなければならないほど生活に困ったら日本に帰ろうかな、思うのが普通ではありませんか。どうして日本に住んでる外国人で生活が困った人間は自分の国の大使館や領事館に相談せずに豊島区役所を目指すんですか。おかしいじゃないですか、あんなは。豊島区役所も厚労省の通達に逆らえないとこの前答弁ありましたけれども、豊島区役所にもしそういう困った外国人が来たならば、その人の国の大使館に連れてってお宅の国民困ってるよ言っておいてくれゃいいんですよ。他の国はみんなそうやってるはずであります。日本だけしかこんなことやってない言いましたけれども、日本だけしかない憲法9条というのがありますよね。共産党がですね、最近ですね、9条を生かした外交で戦争を避けるみたいなことを言い出しておりますけれども、もしそれで戦争が本当に避けられるんであれば世界中の国でそれやってなければおかしいでしょう。9条なんか日本にしかないんですよ。9条がない外国人に9条について戦争にならないために武力を持たないなんて説明したら、なんだそれ、頭おかしいのかって言われるのはオチだと思います。その時点からおかしい9条なんてものを持ちながら外交にもそれを生かすと、だって相手の国は9条って何かを理解してないんですから、そんなの無理じゃないですか。無理だ。そんなのがあったら世界中の国でそれやってますし、9条があれば平和だって言うんだったら世界中の国で採用してなきゃおかしいじゃないですか。誰が聞いてもおかしいですよね。戦争が怖いから武力を持たないって一体何なんですかね。火事が怖いからこの町には消防署を作らない、それぐらいおかしいですよ。それを共産党その他が70年間9条で平和、9条で平和
言い続けて言い続けて、憲法9条は平和憲法なんていうのがまかり通っておりますけれども、9条はそんなもんでは決してありません。日本人は抵抗せずに黙って殺されてろっていうのが9条の正体なんですよ。9条を守れ、9条を守れって言ってる連中は日本を外国の軍隊に蹂躙してほしい連中なんですよ。ですので平和憲法と称して自衛隊の訓練は妨害するわ、オスプレイ導入反対なんてことを言い出すわ、どこが平和活動なんですか。あいつらが言ってるのは防衛妨害活動です。私は日本を外国に侵略してほしい、9条を守れなんて言ってる連中をですね、外観誘致主義者と名付けております。この前国交省に行って抗議凱旋してまいりましたが、駅の艦隊字表記やハングル表記、道路、町の掲示板、あちこちに艦隊字とハングル文字が掲載されるようになってしまいました。これの温度をとっているのが国交省であります。もっと細かく言うと国交省、観光庁、国際観光課というところが全国のバスや鉄道自治体にご利用ししてですね、艦隊字とハングル表記をさせている実情があります。英語表記はいいと思うんですよ。日米同盟というものがありますので、日本国内を米軍さんが行動するなんて事態もありえますから、英語表記はいいと思います。ですけれども艦隊字とハングル必要でしょうか。これは私は国交省が人民軍と北朝鮮軍ですか、場合によっては韓国軍が日本国内で行動しやすいように利便を図っているものだと考えております。国交省も大臣が代々公明党のポストだからなのかどうか知りませんけれども、立派な外観誘致主義者だと考えております。日本語、英語、艦隊字、ハングル、4カ国表記は一つ一つの字が小さくて見にくいんですよ。全く読めませんし、字の形が私は嫌で嫌でたまりません。正直美しくない言語だと思っております。こんなものを日常的に見せられて、いざという時人民軍が行動しやすい、こんなことを税金やですね、電車の運賃の一部を使ってやられててですね、日本人は全くやられっぱなしですよね。国交省が何を考えて人民軍の利便を図っているのか知りませんけれども、ウイグル、チベットでもそういう連中がおりました。
中国共産党に協力して国を滅ぼす売国奴がおりました。いざですね、ウイグルチベットが占領された時に、占領が達成された時に、中国共産党は真っ先にそいつらを殺しました。そんな自分の都合のために国を売るようなやつはいつか必ず自分も裏切りからやります。日本人は全員親戚同士であります。どうしてこの親戚の楽しい生活を壊すような公明党や共産党がいるのか。私は日本という一つの大きな生き物のですね、癌化した細胞が公明党や共産党だと思っております。癌は切り取らなくてはいけません。癌は駆除しなければなりません。それらをするのが我々日本人親戚一同の中の有志の皆様であります。ここにお集まりの皆様は、がんと戦う抗がん剤あるいは免疫細胞、そうなってもらってですね、先ほども申しましたけれども、どうせ全員いなくなるんです。いなくなる前にせいぜいかっこつけではありませんか。人が多いということで、渋谷なんか行きますと若い人ばっかりで驚きます。そしてその若い人たちはこっちのあの街宣車とか目もくれないですね。これはですね、若い人たちには親がいてですね、まだ守られている立場ですから、こういう政治に興味がないのもやむを得ないことですよね。投票率も低いし、いざですね、親の世代になって若者や子供を守らなくちゃ、こういう考えにならない限りですね、なかなか政治に興味は持ってもらえません。実は私も若い時は選挙になんか行きませんでした。何もわからない、楽しく暮らしておりました。守られていた立場ですから、今は守る立場であります。お子さんがいない方でも、その辺を歩いている若者は全員親戚の子供であります。伊藤の子供、鳩子、メイの子供、いろいろあります。お子さんいない、知らない方にもですね、この日本人の親戚何億か分か1は自分と血がつながっている赤の他人の子供でも親戚ですから、守るために私と一緒に声を上げていただければと思います。たまの凱旋なんで長々喋りましたが、そろそろ終了させていただきたいと思います。今日は皆様、ざっと見て2000人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。お集まりいただきまして誠にありがとうございました。また告知して凱旋なんかもやりますので、またよろしくお願いします。